はい、こんにちは。GA 文庫編集部の宇佐美です。始まりました。GA 文庫編集部ラジオ会議ベータ。ちょっと名前が変わりましたが、えー、中身は相変わらずラジオ素人な編集部員がお届けしてまいります。えー、そして今回の MC はラジオ初登場のシシドさんです。はじめまして。GA 文庫編集部のしシドと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは少し自己紹介をお願いします。はい。以前は他のところでライトノベルの編集をしておりまして、昨年より GA 文庫に参入いたしました。 ツイッターではジョーという名前でやっています。担当作としては、第13回 GA 文庫大賞銀賞のブービージョッキーですとか、あと今年9月に発売予定のクラスのぼっちギャルを持ち帰りして、清楚系美人にしてやった話などをえっと担当しております。この後も続々とお届けしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ええー、そして今回も編集部からゲストを呼んでいます。ゲストの皆様ご挨拶お願いします。GA 文庫の佐藤です。よろしくお願いします。 自衛文庫の藤原です。よろしくお願いします。十三回の、えー、対象の住所は佐藤さんが。ええー、ただ制服を着ているだけ、藤原さんがどうか俺を放っておいてくれを担当しています。ちなみに宇佐美さんは、あの、五郎の空戦日記を担当されてますよね。はい、はい、そうですね。こちら後期。ええー、ムービージョッキーと、それか。と、合わせて、こちら後期の、えー、発売予定になってます。ちなみに藤原さんのどうかお礼を両方といてくれっていう作品は。自衛文庫初の、ガンガン自衛特別賞ということで。 前回から受賞枠が拡大されて、新しい受賞作になっています。ありがたい限りです。オミカライズが拡約されているということなので、なんかぜひお楽しみいただけたらと思いますえ。ただ制服を着ているだけと、えー、どうか俺を放っておいてくれは7月15日頃の発売ということで、このラジオが公開される頃に発売になると思います。えー、後で、えっと、見どころを紹介していただきます。 ということで今日はこんな感じのメンバーでお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます進化した GA 文庫大賞最高賞金は300万円。対象金賞作品はコミカライズ格約。第14回後期募集中。輝く場所はここにある。GA 文庫 えー、さて、今回は現在一次選考中の第十四回 G. A. 文庫大賞前期の応募作について、主にお話ししていきたいと思います。えー、前期の応募数はですね、七百九十六作品。えー、前期としては四年連続で、えっと、去年の、えっ、ー、と、数を、前回の数を上回るという結果になっております。大変ありがとうございます。すごい,、はい。すごいですね。あ、ね、<laughs> それぞれ編集部員が、あの、まだ今の一次審査を読み込みながら。 えー、ハッシュタグをつけて感想をつぶやいていますのでそちらを見て参考にしてもらえると嬉しいです。ハッシュタグ GA 文庫大賞で検索してみてみください、まあ、今年は私も含めて編集部員がどんどん増えてきてますのでツイートも増加するといいなと思いながら皆さんのツイートを <laughs> 監視しています、はいえっと。GA 文庫大賞のツイッターアカウントの方でもあの逐一リツイートしていきますのでそちらもフォローしていただけると、えー、見やすいのかなと思っております。 で一時の選考はまあ大体例年30%ぐらいが通過になるかなというところででできるるだけ面白いいい作品をを取りり逃さななよよううに選考をしているようなつもりですまあ応募数が年々増えているということもあってそのあんまり厳密に何作品とかって絞ってしまって、まあ、選考基準が雑になってしまってはあんまり意味がないので、まあ、最初の受け皿はちょっと大きめに設定させていただいて、まあ、あの面白い作品がより上に上がってこれるように。 してていく方針で今やっております応募数自体は増えていますがあと評価シートを第一次選考から一次選考段階からお渡しするのもずっとこのまま継続でやらせていただきますので、まあ、ぜひぜひまだ検討中の方は次回以降もご応募していただけると嬉しいです。いっぱい応募いただいてますがその分も受賞作が増えるかというとちょっとやってみないと分からないというところなので、あのー、そこは、えー、これからの選考お楽しみというところです。 ではそんな感じで一次選考といえばどんな作品が来ているのかというところが、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる応募者の皆さんは気になるかと思いますのでここからは今の一時選考から現在までの所感を話していきたいと思います。ということで、えー、まずは藤原さんここまで読んでみた感想はどうですかというかあの実際今どれぐらい読めてい読てますか今現段階はですね僕ははは、一選考割らい 偉い読むペースは完全に人によるそれぞれなんでもう最後に「ドドド」って読む方もいればちゃんと宿題をやるようにポチポチ読んでくださる方もいるみたいでそうですね割となんか早めに読むことができたのであれなんですけどまあまあ、あのー、な内容的にはなんか多いジャンルとかは特に今んとこ実は去年は、まああのー、女性主人公ものが。 多いみたいなお話をしたんですけども実は結構ばらけているというか感じでなんか青春小説もあればなんか SF っぽいやつもあればまあなんか世界系みたいな作品もあればみたいな感じで結構こう楽しめて読んでいる感じはします。でまあ、女性主人公も特にそこまでで多くなくななっていう形でな作品が 私の作品では多いですね。ちょっと皆さんの方はわかんないんですけども。まあ割り当ては偶然の産物なので、<laughs> まああれですけど、あいけるやんみたいなのあります？あのないくつか面白いというか、総数も上がって、かつなんか全体的にクオリティ的なものがアップした気はします。素晴らしいです、ねはい、佐藤さんどうですか？なんかあります？私の方う半分ぐらいなんですが、まあファンタジー学園ラブコメ。 イノバトル、まあ、その辺りがま,あまんべんなく来てるという形ですねあと古い日本で鬼を対治する話もあって、ね、<laughs> 何かの影響が、まあ、面白そうですね <laughs> すごくまあプロの作家さんでもすごいヒット作の漫画やアニメがあるとそれに近い企画が来てまた通うみたいなことはよくある話なのでそれ自体が悪いわけではないです,そうですね ただ同じような作品は他にも人も送ってきてるという可能性はあるという形ですね。塩さんどうですか、まあ前回からなんででまだ2回2回目ですけど今回の考でまあ以前他のところでライトノベルは仕事はやらせていただいたんですけどもやっぱり GA は GA のレーベルカラーがあるなっていうのがちょっと面白かったところで、まあ、全体的に王道のラブコメントファンタジーが多いなっていう感じはすごく受けました。あとはいえ新人賞なのでまあ一風変わった SF とかミステリーとか。 ダークファンタジーとか、まあ、多岐にわたる作品を拝見できてやっぱり面白かったので、まあ、そこはそんなにジャンルにこだわらずに送っていただけると嬉しいなと思います、うん、ちなみに本当に偶然だと思うんですけどなぜか幽霊ネタがすごい今回かぶりました、えー、<laughs> 幽霊が盛り上がるタイミング別になかったからなんからたまたま応募 <laughs>、ねね、<laughs> 者がなんか霊感でそれこそ書いた感じがするんですけどすごいシンパシーがそうなん <laughs> まあ今回あの13回で選ばれた「空戦」とか「競馬ネタ」とかと、まあ、尖った作品でも全然受賞はありえる作品なので、まあ、そこは別にそんなにそのテーマとかあのジャンルとかを絞らずに書いていただいたものを読めれば一番嬉しいなというふうに思ってます。そうですねちょっと、まあ あんまり家庭菜とかそういう、まあ、特に1位とかでは特にそういうことはあんまりないと思ってはいるので10代から20代に向けたライトノベルエンターテイメントノベルの範疇であればおそらくこのジャンルだからどうこうというのは、まあ、少なくともでうのなそのつもりでやってますという感じっすよね。<laughs> ちなみに宇佐美さんの方は今どんな感じですか読んでてそうですね一応6割ぐらい読みましたけど僕のところには現代ラブコメが結構来てて偶然妻が偏ったなっていう感じなんですけど傾向は全体規模が変わったなとかは思ってはいないですねいくつかつぶやいてますけどまあ、つぶやきの話はもうちょっと詳しく後でするんですけどそんなにあの。 はいつぶやいてるほど厳しくないです。全然, <laughs>、ねね、全然面白いと思って。<laughs> それは、ね、あ,れありますね。お面みたいな感じまあまあそんなえっ、ー、とよしな仕事という感じですが、えっ、ー、とまあ第4回、えー、前期の一時選考の発表8月15日頃を予定してますので、えっ、ー、とこの配信の1ヶ月後ぐらいですねになりますので、皆さんは楽しみに、えー、していてください。 まあ、先ほどもあの言,言わせていただきましたがツイートはできるだけあの広く参考になる内容を意識しながらつぶやいていますので、まあ、へん各編集部員のツイッターですとか自衛文庫大賞のアカウントを見ていただけると、まあ、いろんなあの他の人がどんな作品書いてるのかなとかそういうものが参考になると思うのでぜひ追いかけてみてください、はいえー。選考についての今後のスケジュールは随時自衛文庫の公式ツイッターや自衛文庫大賞の公式ツイッターでお知らせいたします。 ここからはリスナーさんからいただいた質問に答えていく Q&A のコーナーです。質問箱への投票ありがとうございました。あり,ありがとうございました。え非常にたくさんいただきまして、全部お答えするのはちょっと難しいので、いくつかピックアップさせていただきました。えー、まずは1つ目です。えー、作品作りについて自身の作品を振り返ったとき、映画に例えるならばシリーズものではなく2時間で完結するような構成で作品を書いているのですが、続刊を想定した展開の方がよろしいのでしょうか。 ということですが、こちら藤原さん、大事です。あの、<laughs> どっちが？続刊を書くことは、<い>想定することはね、本当に大事なことだと思います。あの、特にこの人はきっとこのライトノベルの対象で応募されているはずなので、そういう業界だったら絶対続刊想定で考えた方が良いと思います。多分、続刊を想定してないと、きっと受賞した後、大変だぞって。 <laughs> 思うかなって思います。それかまあその編集と一緒に苦労しようねっていう。そうですね。一連タクショーで苦しみは。でも単管としての完結性でいいものになるってところもあるじゃないですか。<laughs> はい、ああまあそれもあるんですけど、基本的にはでもあの続刊を考えるのがいい,いいと思います。それはなんかまあ経験な例だと思うので。そうですね。とりあえずボスを倒すぐらいはロープレでいうとこのあの。 1>, こう1つダンジョンをクリアするとか1つあのボスを倒すとかそういうところまでは行ってほしいという意味では完結性が大事にはなりますけどもうそのクリア後の世界書く気ないですはちょっともうちょっとかん一緒に頑張ろうよっていう感じにはなりますよね。考えといてあの損はないって感じです,そうです、ね、本当に。 まあ実際作家として本当にプロの作家として続けていくならあの前作にしろ続刊にそれをどんどん新しいものを書いていかなきゃいけないっていうのもありますしね本当にまあそれは大事なことだと思いますね <laughs> ありがとうございますでは続いて二つ目をつまらなければ途中で読むのをやめてしまうことってあるんですかという質問が来ていましたが。 といいいくとこれはななででですね <laughs> そうですね <laughs> まあどんな作品でも必ず最後まま目を通させててただいておりますあの途中でもちろんあの最後の方で急に面白くなる作品とかも,もちろんありますので、まあ、そういう場合はその前半もうちょっと頑張ろうねってことを書いたりしなければいけないので、まあ、途中でやめるってことはあのどんな状況でもそれはあの規定内に収まっていれば最後まで読まさせていただいております。そうですね、はい 最後の最後のどんでん返しに命かけてる作品とかもまあありますかあ途中が面白くなくていいという話ではないんです,ないですけどね <laughs> <laughs> ちゃんと指摘しますけどつまらなかったら、ね、できれば前半60ページぐらいまでで面白い差を見せてくれると嬉しいなと読者を引きつけるっていうその, <laughs> その冒頭はやっぱり大事ですねそ,こは <laughs> そういう意味で言えばあの、はい、読むのをやめてしまいたくなるような作品じゃないことをあの願ってます <laughs>、はいまあ、た,ただねそうそう評価シートを書くっていう ことでまあ最後まで目を通すっていうことはしてやるっていうことですもんね、はい。はい、ありがとうございます。ということで続けて三通目をそのままご紹介させていただきます。G.A. 文庫さま含むさまざまなライトノベル公募の総評でライトノベルにしては地味、派手さに欠けるといった評価をいただいているのですが、ライトノベルにおける派手さとは一体何なのでしょうか。もしよろしければお考えをお聞かせいただけますと幸いです。ということですごく言葉にするのが難しい内容をいただきまして。 まあこ,んなこれについては宇佐美さんとかどうででしょうかそうかそすね、うん、派手さって言った時にまあちょっと連想するのは何だろうこう爆発するみたいなこと 2>, <laughs> え2時間の映画の1時間半ぐらいで起こることみたいなの <laughs> まあ想像しがちかなとは思うんですけど、まあ、多分そういう、まあ、それはそれであるとは思うんですけど個人的にはその読み終わった時にそのどんなそのシーンであれその展開であれそのどれだけのものを印象に残せるかどうかだと思って。 ってはいてそのなんとなく綺麗にまとまりましたねというよりはあここ良かったなって最後に思わせるようなところとかそれからまあ逆に入り口のところでそのキャッチにつかむようなところとかそういうのが必要なのかなとは思ってますね。 まあ、その自分が本を買ったりとか探したりする時にあの、まあ、漠然となんかラブコメっていうジャンルだけじゃなくて例えばその買う時にあこういうラブコメだから買いたいとかっていう要素が絶対あると思うので、まあ、そういう要素をあの想像して書いていただけるといいのかなっていうふうに思ってますあの。全然普通の男の子と普通の女の子がラブコメしましたって内容で買いたいとは多分思わないと思うのでっていうところがそのラノベの派手さっていう部分なのかなというふうには思ってます。現代 もので爆発させるって言われても困ります画 <laughs> 的な派手さとか多分ないので物理的な話ではないので多分,、ね <laughs> 多分ね、そういうことではないので読みたくさせるような何らしかを考えようというのがまあ一つの考え方なのかなとは思いますね売れてる作品を研究するのは大事だと思いますね古代てのはそれで自分の作品に何が足りないかとの比較して見るのかうん、うん、自分が関心を引かれた作品とかでなんでこれは 面白そうだと思ったのかなとかを考えるのもいいかもしれないですねで次が四通目の紹介になります、はいえー、最終選考の様子について教えてくださいどんな流れで受賞作が決まるのかすごく興味がありますこれはちょうど今回受賞作を取っているメンバーで揃っているので答えやすいかなということでそうですね最終選考では候補に残っている作品を、えー、受賞させたいという担当がいるというのがまず一つ前提になっています取り合いになったら この作品をどういう風に売っていきますっていう自分の考えを編集部に述べ編集部がジャッジします <laughs> <も> <laughs> 判決を下します <laughs>、まあ、最終的にはプレゼン大会みたいな感じですねそうですね, <laughs> ですね面白いからやりますではなくて面白いからこういう風に本を作りたいと思いますまで今最終選考はやってますねこういうイラストレーターさんにお願いしたい タイトルは変えたいいと思っている、こういうふうにした方がいいと思っている例えばとか、まあ、ある程度そういう最終的なにどうやって世に出すかみたいなところを考えましょうというのが今の今最終選考でやってることですね。まあ、本当にもう、ケツを持つっていうことだとだ思うんで、この作品うそれを誰に託すかっていうのがちゃんと責任持ってるのっていうところが見える人に託すのが良いのかなっていう感じ多分。 決まっているんじゃないかなって、実は受賞作も反対派がいたりしますからね。ねそ,そうですね。賛否両論はだいたいどこにでもありますからね。ありますねそういう方が受けたりすることもあります。そうですね。はい。まあ、そういうところが、そのさっき言った派手さっていうか、その、まあ、こういうところが、あの、キャッチでフックになるから。これはすごく売りやすいですか。うん、こういうふうに目立たせますっていうところが、多分大事になってくるので。まあ、そういう意味で、その一個、すごく、その、他の作品にないっていうところがある作品は、まあ、やっぱり受賞で通りやすいかなっていうふうに。 思います雑誌のアンケートとかでもアンケートで雰囲気の作品の連載を書籍化したら逆に売れることってあるんですよね <laughs> 見た上で嫌いだっていう人がはい、はい、どっちでもない好きにも嫌いにもアンケートで入ってないやつは出しても売れないということはよくありますね確かに確かにそうい、まあね、あの関心を持たれてるっていうのはまあ大事なことだと思うんですよねそうですね関心を持たれてるというは本当に大事ですね良 <laughs> くも悪くもはいでは続けて5通目いきたいと思います 最近は新作紹介がなくなってしまいましたが担当作品の熱い推し語りが聞きたいですでも GA 文庫大賞のラジオですし投稿者へのアドバイスがメインなのも分かります出版される作品の紹介はもうやらないんでしょうかという大変なんだか桜みたいなお便りを頂い,いてしまいましたがそういうことであればぜひ語っていただきましょう7月に発売される2作品について佐藤さん藤原さんそれぞれ押してくださいでは私から、えー「ただ制服を着てるだけ」 こちらはええと社会人の男性主人公と社畜の主人公と。まあ偽物 jk と呼ばれている。まあ、ヒロインのまあ同居者ラブコメものといったものになります。まあ、類人作品もいくつかある定番のジャンルといえばジャンルの作品ですね。で、まあそういった近い。 あの内容の作品と比べるとかなりビターめドライめな仕上がりになっております今は業界関係者の方にあの試しを見等で見ていただいた部分ですとすごく後半感動した泣けたというでしょうでしょうという形でかなり手応えを感じておりますねライトノベルとしてちょっと問題作っぽいところもあるんですけどストーリーとしては大変面白い話になってますのでぜひよろしくお願いします私の方ですね、えー、どうか俺を放っておいてくれ ガン,ガン自衛特別賞まずですねこちらは「完璧毒舌美少女」と「ぼっちな主人公」の「タイムリープ系やり直し青春ラブコメ」っていう作品で「ぼっちになりたい主人公 VS ぼっちから脱却させたいヒロイン」っていうその関係構図で成り立つ 展てなうんですかね読みやすさというかあの正直開口前でこんな面白いのが結構久々だなっていうぐらいの面白さではありました担当当ととしてては本当にかかななりりの面白さかなと思っております。推薦文とかもいただいたりもしていて、えーえー、伏見司先生とか頂い,いてるんですけどもまあその方々 のえー、推薦コメントとかもあの特設サイト載ってるんですけどすごくあの刺さっているような内容になっておりますのでぜぜひぜひ皆ささん、えー、読ん読でみてください今回はどちらも現代物でまあいわゆるラブ後,後半な意味で言えばラブコメだと思うんですけどラブまあね広い意味で言えば大変広い意味で言えばラブコメに当たるかなと思うんですけど結構その2つ読み味がだいぶ違う。 真逆です、ね、うん、あのね。ぜひど読み比べて見ていただけたら嬉しいなと思ったりはしますね。そのちょっとなんて言うんでしょう制服の方はちょっとねあのビターな仕上がりでしっとり読ませる感じのお話ですしほ、ねうん、っといてくれるのはだいぶその軽妙で結構楽しい感じのでたまにちょっと刺さるみたいな感じの話かなと思うので結構。 面白い2作品ななのかなと思ってますまあ今回その金賞とガンガン GA 特別賞ってことで両方ともコミカライズが確約されてる作品なので、まあ、どっちも絵にした時に結構ここ絶対絵で見たら面白いだろうなみたいなポイントもあったりしてそれがその今回あのガンガン GA 特別賞で選ばれた理由とかでもあったりするのでそれもコミカライズも個人的ににすすごい楽しみにしみておりますはいそんなところでですね、えー、2作品月15日頃の発売 です。ぜひ、えー、お手に取ってみてくださいでは、えー、続けてこのまま6通目に行きたいと思います3次選考最終選考までは行けるのにその先に進めないそんな作品に足りないものは何だと思われますか とということで、まあ難しいテーマですねその先ほどの <laughs> 質問にもありますが、まあ、いろいろな要因があると思うので一概に行こうというのはちょっと難しいとは思いますが派手さの質問の時にあったそのキャッチーなポイントというのは結構大事なのかなと思ったりはしますねまやっぱりその出来が良くても、まあ、そ,のそれこそ70点80点といった形でその、まあ、ある程度の形はできてるよねっていうところがあったとしてもそのまあ最終選考で取る形式が まああの誰が担当したいかっていうところで決まるっていうこともありましてまあ面白いけどうそれだけだよねっていう作品だとやっぱりそれ以上には至らないのかなっていうところが結構大きいかなと思いますあとは個人的にはエンターテインメントであることを意識してるかというか読者が読むことを意識してるかみたいなところはあるのかなとは。 それを持って、あの、落とすみたいなことはできないので、そ,そういう、その、選考基準というよりは、その、書く時の心構えの話で、どういう読者に読んでもらって、どう楽しんでもらうかみたいなことを考えている人の方が、あの、最終的に、あの、受賞に近いのかなと思ったりはしてますね。そう、最終選考は結局、担当がやりたいか、やりたくないかというか、担当にビジョンが見えてるからなで、本当にそこに、あの。 キャッチーさささというかかか売りやすさがそこに足されてるかかなっていうところかなって本当に思うのでそこを意識しただけで多分もっとその先に行けるんじゃないかなっていう気はします。3時から最終に上がる時も受賞しうるなっていうのを上げてくるわけじゃないですか3時で通す時もきっと。って、ねうん、これは本に誰かが本にするかもなと思って。 本にするかもなと思ってるようなやつがきっと最終に上がってくるみたいなところはあるので意外と高評価で驚くってことあります、ね、あります逆にその, <laughs> にそのまあ俺は好きだけどさみたいな時もありますし <laughs> あるけどそのみんなどうかなと思った <laughs> <の>でみんなにボコボコされたりするそう,そういうのはあるんですけどでも多分大体の場合これは まあ本になる可能性があるなと思って最初に上がってくるっていうことなんで、きっと3時まで行ってそこからっていうのも多分同じような話なのかなとは思うんですけど、あのキャッチーさとか、読者への意識とか、楽しませようとする努力をどれぐらいできるかっていうところなのかなって思ったりはしますね。うん、じゃあそんなところでしょうか。えー、結構お時間が迫ってきたので、次でラストのお便りになります。J 文庫様ではあまり加点評価は重視されていないのでしょうか。過去の編集者様の つぶやきを見ていると工事でも割と原点方式で見ている気がしました編集者様のこれは面白いという感性のみで工事に挙げたものまたは受賞できたものはございますか まあこれに関してはあの、まあ、基本的に選考はあのこれまでさあの申しているように面白さとかキャッチーさを重視で選考しているので、まあ、どっちかというとそのツイートについてはまたちょっと話が別だよっていうところがあのちょっと説明しないといけないかなっていうふうに思ってこれを取り上げさせていただいたんですけれどもそうですねまあ基本的に、まあ、あのツイートする人にもよるんですけどつぶやきっていうのはその作品の特徴を上げるっていうよりは。 あの今、選考を待っていただいている執筆者さんとかこれから応募しようと思っている方の参考になるようにツイートしているので、まあ、そのこの作品がどうこうというよりは、まあ、よくある失敗例ですとか、まあ、こういうところがもったいないからこういうふうにしたら選考生き残れるよとかそういうところを挙げることが多いので、まあ、そういう意味では減点に見えてしまうのかなっていうふうに今思います、ね、加点評価とか減点とか考えたことないですね。うんそうですね、まあ、もちろん 加点ポイントと原点ポイントはまあ読んでてそのあるんですけどここは良かったなここは悪かったなっていうまあもちろんいろいろ考えるわけですけどだから通る通らないというのはちょっとち多分違うんでそうただそうだつぶやきをね。 書くくことがななっちゃうんあのねやってるとあんまり書くなくなっちゃうんで何をつぶやこうかなと思ってやっぱアドバイスをしたいわけですよせっかくつぶやくから、うん、その僕のツイートを見てなるほど自分の作品だったらこういうとこ直せばいいんだなって思ってほしいので割とまあ僕は特に自分としてはここを良くしたらもっと良くなるのになって思ったことをつぶやこうようにしてるんですよね。 あと評価シートと内容被らないようにしたりとかしてるんで,で、ね。<laughs> あの、内容まんまな人もいれば、わざと変えてる人もいますいそう。評価シート。評価シート、に、そのまま評価シートに書過去とを要約し、滑ってる人も多分いると思うんですけど。明らかに一時落ちだなみたいなツイートをしてる時も。普通に自分で三十、あの2、二時3時まで上がるなと思ってる時もあるので。<laughs> のツイートだけ読むと、原点 <laughs> こ、まあ、こいつ、ういつも文句ばっかり言ってるなみたいな。<laughs> そうじゃない。<laughs> 思われてるかもしれないなと思ったりしてるんですけど <laughs> <laughs> アドバイスなんだと面白いところ上げちゃうと、まあ、それはもうそのまんま作品の固有のところにしかならないので <laughs> あんまりそう人の参考にはなるところでは なないじゃまあすごくたくらみがうまくいってる時とかおこれはうまくいってるなと思ってつぶやく時もありますけどね、うんまあ、上手に伏線回収したなと思ったら、うん、伏線回収が上手ですねって書きますし、まあ、書くんですけどなんだろう,特定してもらうためにつぶやいいいてるわけななで参考にしてもらおうと思ってつぶやいてるので。 反対もあるわけですねなんか褒めてるけど実は上がってないっていうまああり得るかいいとこいっぱいあったけどまあこれはでもここまでだなみたいなところが結構あるなるほどってこういうとこ見てんだなというのね参考にはになるかなとは思ってて<ー>だいたいそうするとね三種類ぐらいに言ってること決まってきちゃうまた同じこと言ってるなんて思ってだいたいみんな同じ <laughs> まあなんでまあ例えばその今回の「コロウの空戦日記」とか「ブービージョッキー」とかまあちょっとまあそういった空戦とか競馬とかすごいマイナーなテーマなんですけどまあそういう作品も特にその競馬だからダメとかってそういう原点にはなってないのでまあそのそういう意味ではその原点法で落とすってことはなくまあ総合して審査自体はしていますね。 原点が10個あっても美点が超面白かったらと通るっていうそういう方針ではやってますよね。この欠点は出す時に直せばいいから出せる<う>出したいっていうパターンもありますからね最初先行どうしてるも、はい、結局直すので <laughs> <laughs> 直せる原点なのかどうかっていうのも結構あの考えてはいますよね。はい、という感じで、えー、他にもたくさんお便りをいただいたんですが今回の QRL はこの辺りにしたいと思います。たたたくさんのお便りありりああががととううござうござざいいまましし 進化した GA 文庫大賞最高賞金は300万円大賞金賞作品はコミカライズ確約第14回後期募集中輝く場所はここにある GA 文庫 はいえー、それではエンディングの時間です。しろさん、初出演のご感想いかがでしょうか。はいえー、本日はありがとうございました。生まれて初めてラジオなんてものが急に <laughs> 降って湧いて飛んできたので、ちょっとおっかな。びっくりしつつみたいな感じだったんですけれども、まあ,あの今回のあのラジオを聞いて参考にしてまあ、次回以降とかのご応募に参考にしていただけたら、すごく嬉しいなと思っております。まあ、これからあの。 まだ一次選考の段階なので二次選考三次選考とどんどんつぶやきとかも増えていくと思いますのでまあぜひぜひあのツイッターアカウントとかもチェックしていただければ嬉しいですまあ佐藤さんと藤原さん本日はいかがでしたでしょうか大変楽しい時間を過ごした <laughs> 皆さんの意見をすごいなと思いながらセンスあると思いながら聞いておりました用意しておいておいこれから自衛文庫対象ますます盛り上がっていくことを願っております以上です はい、えー、それではここで改めて自衛文庫大賞のご案内です。えー、第十四回自衛文庫大賞後期ご応募受付中です。自衛文庫大賞は対象賞,賞金が三百万円、対象金賞、ガンガン人間特別賞はガンガン人間にてコミカルズ化、クイとなっております。自衛文庫大賞の選考過程は一時、二時、三時、最終の四段階です。最終選考から前期、後期、それぞれで入賞作品が選定され、その後入賞作全体で通期選考を行って。 大賞金賞銀賞ガンガン自 a 特別賞のどれが受賞するかというのを決定します前期後期で入賞してから通期選考で選外になるということはありえません、はいえー、後期の締め切りは11月の30日となっておりますのでふるってご応募くださいあと3ヶ月以上ありますので もう日本ぐらい書けるんじゃないかと思います頑張って皆さんの新作新しい原稿をですを、ねえー、楽しみにしておりますのでご応募お待ちしております 遂行した原稿をお待ちしております遂行大事に応募する前に、最後に一度読み直してね、23時59分に応募しちゃだめですからね、<laughs> ちょっと余裕も多いいですね、<う>誰かに読んでもらう気持ちね。<laughs> はいえー、それでは今回はこの辺りで、閉幕となります。ありがとうございました